はい、本日はスライダーの握り方を紹介します。お楽しみに。はい、皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日は多数のコメントをいただきましたスライダーの投げ方講座を今日はやりたいと思います。いくつかスライダーの動画は出してるんですけど、体の使い方っていうのを出しております。こういう感じね、こういう感じね、翔平ダンスっていうね、はい、生配信でやってますけど、ちゃんとこの体のこの線で離すんですよ。この線で離すようにするんですけど、まずそれは置いといて、まずどう握ってるか、翔平の投げるスライダーはどういう風に握って投げているかっていうのを今日は紹介したいと思います。見えますかね、この縫い目に対してこういう風に、この縫い目に対してのここのこの部分に指をこういう風にかけてました。それかこれだと真横にグッと曲がるんですけど、ちょっと斜めに落としたいなって時は斜めの方にこういう風に持って投げてました。でこの中指はこの縫い目にこうかけて、両方の指でグッとこう握りでグッとこうやって投げてました。こうやってだからこの、なんつうの、この肩をしっかりこう、なんか俺は結構こう入れちゃうタイプなんで、そっから体重移動した時にグッとこう遠心力を使ってガーって投げるんですけど、思いっきり投げてひねる。実際に試合映像をご覧ください。はい、こちら江東区 A クラスのサンデーマリナーズさんと対戦した時の映像です。スライダーをマスターした人はスライダーのスピードも速さを変えればピッチングの幅もさらに広がります。はい、こちらのバッターは初回にどでかいツーベースを打たれた、とてもいいバッターです。そのバッターをスライダーで空振りとして、このスライダーを見せた後にまっすぐと、スライダーとまっすぐのコンビネーションが良かったです。はい、ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、ぜひともお願いします。また動画出しますんで遊びに来てください。ではありがとうございました。さよなら。はい、こちらおすすめのスポーツショップご紹介です。埼玉県飯能市にあるスポーツショップモストさんですね。クーニンズのブンブンさんも来てらっしゃいます。品揃えが豊富でとても行く価値があります。ぜひともお願いします。クーニンズの帽子や翔平 TV の T シャツ飾られておりますので、ぜひとも見に来てください。